天海駅は大阪府河内長野市天海にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK73。単線時代からの在来駅であり、高野線における大阪府最南端の駅である。そのため、甲子駅と同様に一部のワンデイチケットなど、大阪府内のみ有効なチケットは当駅までしか利用できない。南隣の君峠駅とは3 7キロメートル。 離れており、高野線では、駅間距離が、最も長い。また、奥河内の名所である岩脇山や甘見温泉の、最寄り駅でもある。甘見を通る2万1000系プラットホーム相対式2面2線の、ホームを持つ、地平駅。ホーム有工長は8両。駅舎は、南波方面行きホームの高野山寄りにあり、高野山方面行きホームへは、地下道で連絡している。ホームの柵は、 ピンク色に塗られている。無人駅となっており、河内長野駅からの遠隔管理を受ける。駅舎は、単線時代からのものを有効活用しつつ、内部には、近代的な設備が整う。2019年時の1日平均乗降人員は335人で、南海の駅全100駅中87位である。各年時の1日平均乗降人員数は、下標の通り、 甘み温泉南庭園本館駅周辺は、昔ながらの集落となっており、国の登録有形文化財に登録されている、温泉旅館の南庭園がある。また、奥河内観光の岩脇山への登山口ともなっており、休日は登山者の姿が多く見られる。また、河内長野市立甘み小学校は、小規模特任校として、河内長野市全域からの生徒を受け入れており、 峠下校時間には、電車通学の生徒の利用がある。ありがとうございます。